こんにちは。鶴巻温泉治療院の溝口です。筋の萎縮の話です。筋肉は運動不足に陥れば、たちまち萎縮が始まってしまいます。逆に強度の負荷をかけると、筋は肥大して筋肉も増大します。これを老作性肥大と言います。使う、使わないという理由だけでなく、加齢や疾病によっても萎縮は起こります。特に高齢者の筋萎縮は、転倒などをもたらし、 致命的な障害にまで進む場合もあります高齢者の場合は萎縮だけでなく筋繊維そのものの減少もありますし筋肉の低下は一様ではありません特に大腿四頭筋や上腕三頭筋は萎縮が著しいのですが大腿後面のハムストリングや上腕二頭筋は顕著ではありませんまたその他の萎縮が著しい筋肉は頸部では僧帽筋 体幹部では腸腰筋、脊柱起立筋、広背筋、腹筋群、大腰筋、下体ではひらめ筋などが挙げられます。いずれも、高重力筋で姿勢を維持したり、運動したりするときに使う筋肉です。筋肉は非常に環境適応に優れていますので、たとえ高齢者でも筋繊維そのものが減少したとしても、高重力筋の筋トレをしっかりやることで筋肥大が起きて、 現象がある程度カバーできることが明らかになっていますですから高齢者の高重力筋群の簡単なトレーニングはぜひアドバイスしてあげたいものですまた病気による萎縮には筋肉を支配する神経の病気と筋肉そのものが挙げられます神経を犯す病気ではポリオ、筋萎縮性、即作硬化症、ALS ギランバレー症候群などがありますまた筋肉そのものの病気としては 筋ジストロフィーや先天性緊張症などがあります。では本日の話はこれで終わります。